はい、おはよう、こんばんは、KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださってる方、おはようございます。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、キャスタケパッサ、ね、寝癖のまま撮ってる動画のこれ3本目ですね。で、これの1本前に、運送屋時代のちょっとね、辛かった現場の話をちょっとしたんですけども、なんかその流れでなんか運送屋の時の話、したいな、話したいな、あ、話したいなって思っちゃったんで、続けて話します。はい。まあ、誰も求めてないかもしれませんけども、運送屋の時の話させてください。ね、僕運送屋大好きだったんで。で、今回の話はですね、ピアノ屋、ね、ピアノ屋さんのお話です。はい。何ピアノ屋さんって、ピアノ売ってちょうだい、もっともっと竹もっとじゃないよ。そういうピアノ屋さんじゃなくて、ね、なんて言ったらいいんですか、ピアノ屋さんっていうね、もともとはピアノ専門でやってたのかな、ピアノを運んだりとかしてたんだろうけど、まあ、運送業界、ちょっと待って、ちょっと除湿機の水替えてくる。満水だ。本当、うちね、湿度が高くてすぐ満水になっちゃう。で、そう、ピアノ屋っちゅうね、運送業界でピアノ屋って呼ばれてる、まあ、ピアノ屋さんって呼ばれてるね、人たちがいて、結構ね、僕のイメージですよ。なんか、運送業界の中でも、特に重量物を運ぶ人たちっていうイメージがあります。ピアノ屋さんについては。はい。ピアノ運送はですね、なんでかわかんないけど、俺前は聞いたことあったんだけど、なんか忘れちゃったけど、とにかく重たいものをね、運ぶ、もう俺の中では精鋭部隊っていうか、そういうイメージですね。はい。運送屋って言っても、一口に言ってもね、いろいろあるじゃないですか。小物の、ワンマン配送から、まあツーマンとかでちょっと引っ越しとか家財を運んだりとかね、したりとか、まあ本当に長距離のドライバーでね、まあ本当積み下ろしぐらいしかやらない人もいればね、様々なんですよ、運送やって一口に言っても。だから力の使い方、力を使う比率が全然もう本当に、多種多様で、重たいものを運ぶ人もいれば、本当積み下ろしの時にもうフォークマンにね、やってもらって、あとは運転するだけの人もいるわけで、そう、なんかね、いろいろね、運送屋って言ってもね、いろんな人たちがいるわけですよね。で、その中でも、精鋭部隊みたいな感じの、もうエキスパートですよね。特殊部隊みたいなやつらが、僕はピアノ屋さんだと思ってて、僕はすごいピアノ屋さんをね、リスペクトしてて、ものすげえ重たいの運ぶんですよ、彼ら。本当に、もう、何キロ最、一回ずっと俺が付き合ってたピアノさん屋さんと話した時に、何屋さんって、俺らこの間何キロのやつ、で、どこどこに搬入しましたみたいな、それ人力でみたいな。それ人力ちゃうよねって。ユニックで釣ったんでしょ、それ。いや、ちょっと人力ですよ、みたいな。嘘みたいな。それ人力でやったのつって。うん。なんか俺がびっくりしちゃうぐらい、ら僕らだってね、150、60キロとか200キロとかね、2人で運んだりとかしてましたから、俺らも。いろいろ使う器具があるんですよ。帯ね、帯かけて、手で持つとね、200キロなんて運べないから、いろいろ釣る道具とかがあるんですよ。体にね、くくって、昔で言うと柔道の帯みたいのをよく釣ってね、体で支えながら2人でさ、進んでいくみたいなことは僕らもやってましたよ。そんなような次元の重さじゃない奴らを、ピアノ屋さんが運んだりしてて、うわ、すげえな、ピアノ屋だけは俺入りたくねっていう風によく言ってたんですよ。うん。何言ってんすか、ムキムキじゃないですか、みたいな、うち来てくださいよ、なんて、いや、俺の筋肉そういう持ちにくいものとか運べないから、つって。ね、バーベルとかめっちゃ持ちやすくなってるからね、取っ手ついてるから、つって。だピアノ屋さんすげえな、なんて話をよくしてたんですけど、ある時ですね、僕が働いた時に、冷蔵庫を、ちょっとメーカーは捨てますけど、冷蔵庫の緊急対応をやってたんですね。要はお客さんが、ちょっと冷蔵庫壊れちゃってるんだけど、これちょっと壊れてんだけどっていうメーカーさんに連絡するでしょ。
あーすいません、じゃあすぐに、あの代替品っていうか、あの送りますみたいな、多分保証期間中のなんかそういうあれだと思うんですけども、あ、じゃあすいませんって言って、あのお客さんがぶっ壊したわけじゃないのに勝手に壊れちゃいましたみたいな、なんでちょっと代わりのもの一旦送りますねって言って、そんな時に持っていく対応を僕らやってたんですよ。代わりのものを持っていく。で、壊れたものを引き取る。ね。引き取ったのを持って帰って、メーカーに送るっていう、まあ、ここをやってたんですよ。はい。で、まあ、すごいね、適当なメーカーで、もうバッカンバッカンあそこの冷蔵庫壊れてたのね。そう。で、その時も緊急で入って、で、メーカーがちょっと、ね、ずさんすぎて、その時は、あのね、お客さんがもう壊れました、どうにかしてくださいって言ってメーカーに連絡したのに、メーカーがほったらかしにしてて、もう、全然連絡来ないんですけどって、うちに入っちゃったのよ、運送屋に。連絡が。なんでうちの連絡先をしてるのかわかんないけど、お客さんから、いつ持ってきてくれるんですか、代替品って言うから、え、何のことと思って、すいません、ちょっとメーカーに確認しますねって言ったら、忘れてましたぐらいの感じで、忘れてたって、みたいなね。お客さんカンカンですよみたいな。で、もう今すぐとりあえずあの倉庫からあの引っ張って代替品送ってくださいっつって、でもその時他のよく業者に手配とかしてたんだけど、いやもうこれ手配なんかしてる場合じゃないっつって、で俺ともう一人が持っていくことになったんですよ、緊急で。うん。で、とりあえずもう緊急で走って冷蔵庫持ってって、着きました、もうお客さんカンカンですよっつって、もお客さんもメーカーが悪いの分かってるから、あー、運送屋さんありがとうございますね。あの、金婚なね、いつも本当にもう、急な話でね、申し訳なかったです。いや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 、もう本当にね、大変でしょうし、つって、だってもう冷蔵庫の中身のもの腐ってっから、うん。ほったらかしにされてる、もう冷蔵庫ぶっ壊れてるからね、ただの箱ですからね。で、生物とかも腐っちゃってるし、いや、大変ですよね、つって。で、もう、お互いね、もうメーカーが悪いっていう、ね、あの感じになってたんで、まあ、ついてとりあえずお客さんは僕らには怒ってなかったんだけど、で、とりあえず、この新しいの持ってきましたんで、じゃあ、運んじゃいましょう、搬入しちゃいましょうってなったんだけど、いざ見てみたら、階段通んないんですよ。どういう風にやっても、通んないんですよ、そこの家。そのサイズの冷蔵庫。あれっつって、んっつって、お客さん、これ、あれ、どうやって冷蔵庫入れましたっつったら、クレーンで吊りましたみたいな。メーカーのやる、それも言わなかったんですよ。ね。クレーンの手配なんだとかって、ここクレーンじゃないと入りませんよとかね。うん。いやいや、これ無理だわ、つって。いや、これちょっとね、もう、これちょっと入りませんね、つって。あ、ですよね。だからクレーンの、なんかあれで来たのかと思いましたってお客さん言うから、いやいや、それ聞いてねえよ、つって。どうしようと思ったんだけど、でもそんなもうメーカーに電話したら、なんとかしてくださいよって言うから、なんとかもなるわけないだろ、人力でだって、ね、外から人力なんか無理なんだから、しょうがないから、つってね、いろいろもちろん運送やコネクションがありますから、その、持ってった先が埼玉だったんだけど、埼玉でもう付き合いのあるね、ピアノ屋さんとかにユニック持ったやつもいろいろ電話して、あ、今だったら行けますよみたいなところが、まあ、一社出たんですよ。で、そこがピアノ屋さんだったんですよね。ピアノ屋さんの名前を伏せますけど、熱いね、ドライかけるね。で、すぐ来てくれて、ユニックっていうのは、そのなんかなんていうのかな、後ろにちっちゃいクレーンがついてる車、たまに見たことありません？軽トラックみたいな、平ボディのやつに、後ろになんかクレーンが、なんかちょっとちっちゃいのついてる。それユニック車っていうんだけども、それで来てくれたんですよ。ちょっとはお待たせしましたけど。で、なんかもう、まあ、ピアノ屋さんなんで、まあ、もう重量物を持てる人たちなんだけど、まあ、とにかくその時はクレーンだったんですよ。で、降りてきたら、むちゃくちゃごついね。もう、スティーブン・セガルみたいな髪型して、多分あれ身長おそらくだけど、190から2メートルぐらい。うん。でも顔がもう、マチェーテ・キルズに出てた主人公、すげえ顔怖いあいつ。誰だあれわかんない。メキシコ系のさ、役者でさ、マチェテキルだかなんかに出てた主役のやつの顔。顔はもうめっちゃ怖い。もうすごい顔してるんですよ。で、セガールみたいな後ろ言って190センチぐらいですよ。うわ、すごいの来よったぜっつって。で、まあその人と、まあもう二人ぐらい、一人か二人いたら忘れたけど、で、まあ、じゃあ、すぐこれ上から釣っちゃいますから、みたいな感じで、あ、お願いします。いやー、よかったって、俺も胸撫で下ろしたんだけど、
よくよく上見たらそのピアノ屋さんが、いやお客さんこれ本当に上から釣って入れましたみたいな、どうしたんですかって言ったら、いや電信柱の電線がすごい結構張り巡らされてて、いやこれ上から釣るの結構きついなみたいな、要は上釣って下ろした時にどっか電信柱の電線とかに触れちゃう感じなんですよ。電線に触れるかで、ギリギリ家の方に寄せると今度外壁にぶつかるんじゃないかなこれみたいな、みたいなね。だけどそのピアノ屋さんが、いやなんとかやります、多分いけます、大丈夫ですって言ってくれて、ね、僕らが2階のベランダに俺はスタンバイして、とりあえずその冷蔵庫が風に煽られて外壁とかね窓にぶつかんないように僕らは外壁を守る班で上に待機したんですよ。でもピアノ屋さん大丈夫です、もう精密射撃ですよね、精密のクレーン操作で、もうあい隙間縫ってもう通しますからみたいな。でその方向指示役にそのセガールが選ばれたんですよ。クレーンを作業するのは違う人で、そのセガールがこうやって手でもっとこっちこっちこっちもっとこうとかね、あストップストップストップこっちこっちこっちみたいな感じで、やる作業に選ばれたんですよ。でももうセガールの発するオーラが普通じゃないんですよ。もうベテラン中のベテラン、もうすでにピアノ屋さんがベテランでもうすごいエキスパートなんだけども、エキスパート中のさらにエキスパートみたいな、なんかもうただものじゃないオーラをバシバシ放ってて、いやあいつの多分方向指示半端ないっすよって俺ら運送屋の中で2人一緒に行った2人で話した、あいつやばくないっすかみたいな、いやあいつやばいよね、てかあいつだったら運べんじゃね一人でみたいな話をしながら見守ってたんですよ。で、ベランダから見てたらね、ベランダから見てたら下の操作クレーンがやってね、こうやって上がって上に上がって、さあちょっと下ろしていくよ下ろしていくよなんですよ。でセガールは僕らと一緒にベランダにいるんですよ、うん、でまたこっち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 なんてやってるんですよね、うん、で、もうこうやって冷蔵庫がこうやって降りてくるんですよね、電線の隙間を通ってね、あいい感じ、あでもちょっともう少しこれ右っぽいなと思ったんだけど、セガールなぜか逆に指示出したんですよその時、あ左左左左左みたいな、こうやって手でこうやってね、ええ逆じゃないですかみたいな感じで俺らで言ったら、左したらもう見事に何か何ていうのかな、電線じゃなくて何か何ていうのかな、何か隣の家との何かね変なところにボンボンボコンぶつかってんすよ左左左って言うから、いや右だろうと思いながらね、でも左から左左ってやったら、だから手の方向多分分かってないんですよ自分のあいつセガールだから、そしたらもうボンボンぶつかってよね、でセガール急いで逆みたいな、いやそうだよねと思って、うん、最初からこうだよねみたいな、で頑張って頑張ってボコンボコンいろんなとこにボンボンボコ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 ンぶつかってるんですよ、もうまあ電線でボコ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 ぶつかってやっとバーンと降りてきて、いや俺とその運送屋で一緒に行った人、全然ぶつかってんじゃんと思って、やりますよ僕らとか言って、でセガールただもんじゃない雰囲気なのにガンガン逆指示してぶつけてんじゃんみたいな、どんな顔してんのセガールと思って見たら、何このうなずきと思ってどんな顔してんのセガールって見たら、俺の方見てオッケー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 みたいなねオッケーじゃなくねみたいな、散々ぶつけてっけどねみたいな、お客さん見てる、まあね目の前ですよお客さん見てるからね、奥さん、あれ多分不倫とかしてんじゃないかな、奥さん顔つき的に、まあ、関係ないけどガンガンぶつけてたもん、ガンガン、もうプロの威厳どこへみたいなね、ズーン降りてね、セガールどんな顔してんのと思ったらね、何このうなずき、オッケー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 完璧みたいな、嘘じゃんと思ってね、そんななんかプロじゃなかったんかよみたいな話がね、ありましたね、これ微妙な話だったねこれね、なんか当時の空気感的には面白かったんだけど、俺の伝え方が下手くそであんまり面白くなかったね、とにかくなんかセガールなの、オッケー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 みたいなね、なんか裏付きがこのオッケー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 みたいな、どこかっていうあの感じすげえ面白かったんですよ、まあそんな感じで、まあ、ちょっと面白い話がありました。そろそろ喋り疲れたんでもう終わりでいいかな、はい、というわけで、KTC 放送局のケンタレンズでした。
ピアノ屋さんはすごい。どうぞ。